田中学部は、兵庫県競馬組合の田中道夫級者に所属している、騎手。現在の兵庫県競馬を代表する騎手の一人。同級生に、岩田光生や長島太郎がいるが、後述する理由によりデビューは彼らより遅く1993年の、デビューである。デビュー当時は、父の田中道夫がまだ現役の騎手だったこともあり、勝負服の荒脇、紫菱山形であった。 勝負服は田中道夫が引退して間もなく、父が使用していたものを継ぐ形で、現在の配色となった。デビュー年には年間32勝を挙げ、兵庫県競馬におけるデビュー年最多勝利記録となった。その後はなかなか勝ち星を伸ばすことができず、リーディングは毎年6から10位あたりであったが、 少しずつ勝つペースを上げ、小牧太志、赤木隆太郎が JRA に移籍することになった2004年に完全に脱皮。2003年までは年間99勝が最高だったところを2004年は年間200勝と一気に伸ばして同年リーディングは岩田厚成につく2位に躍進する。岩田が2006年に中央競馬への移籍で兵庫県競馬から抜け、その後は田中と 木村健がリーディングジョッキーの座を争っている。中央競馬では2010年までに発祥を上げている。2005年、第1回 WSJS 地方騎手代表選定競争で2位となり、第19回ワールドスーパージョッキーズシリーズでは、補欠騎手として選出された。2007年、2008年と2年連続で兵庫ダービーを制覇した。 2008年9月2日、その第5競争で、非常馬が、故障して落馬した上に、後続馬に踏まれ、第1、第2腰椎学臼骨施設と診断された。車椅子になってもおかしくない重傷だったが、7ヶ月後の2009年3月27日に、復帰して、第4競争で復帰後初勝利を挙げている。2010年10月14日、第13回。 ソノダ競馬4日目第8競争3歳以上 B2 級一般戦をスカーレットドレスで優勝し13,926戦目で地方競馬通算2000勝達成2014年11月26日ソノダ兵庫ジュニアグランプリをジャジャウマならしで勝ちダートグレード競争初制覇さらに同年は276勝を挙げ地方競馬全国 リーディングジョッキーとなった。2019年2月21日、第11回、ソノダユースカップを8枠12番の陣気で優勝。この勝利で、父の田中道夫に並ぶ、重賞通算50勝を達成している。彼は一度、地方競馬教養センターを退学している。ソノダの帝王,王と呼ばれた父と同じ道を歩むべく、入学したものの、 あの田中道夫の息子という周囲からの視線とそのプレッシャーに耐えられなかったためである。しかし退学後に今度は短期騎士家庭にて騎士免許を取得してデビューした。同学年の岩田らよりもデビューが遅いのはこのためである。中央競馬での初勝利は兵庫県競馬にサラブレッドが導入された最初の年にそのに入った大特費店で参戦した二千年一月の 若駒ステークスでの勝利であった。全く人気がなく、八頭立てだったにもかかわらず、単勝は万馬剣となった。ありがとうございます。